CMB 神羅博物館の事件目録は、加藤元博による日本の漫画作品、月刊少年マガジンにて連載していた。月刊少年マガジン2005年10月号から2020年9月号まで連載された。QED 証明終了の姉妹作品として、同一世界で展開されるミステリー漫画。人体発火や、 幽霊騒動などの怪奇現象や伝説などから起きる事件をあらゆる研究や学術調査に関わる権限を強制できる CMB の文字が記された三つの指輪を持つ博物館館長である主人公坂城信羅と体力と正義感が強いのが特徴の女子高生7セリツジュが幾多の謎を解決していく作品 QED の掲載手である 月刊少年マガジン06号を書筆に、神羅に、東南文化財絡みの事件を持ち込むブローカーの少女、マウスガールを、主人公とした本作のスピンオフ、MAU、ブラックマーケットの魔女の実験目録も描かれており、その回も、本作の一編として、単行本に収録された。事件のテーマには怪奇現象のほか遺跡や文明、植物や化石、 動物等の分野を取り入れた話が多いのが特徴で、QED 証明終了と同様に、小さな事件も取り扱っている。そして、事件の始まりである、怪奇現象を、科学的に証明できるものとして扱っている。作者である、加藤元博の公式ツイッターで、第45巻をもって最終回を迎えることが、発表され、完結した。ありがとうございます。